上陸作戦を阻止され、敵の攻勢はここ数週間頓挫している。まるで平和が訪れたみたいじゃないかね。ブリーフィングだ。先の大規模上陸作戦の失敗、潜水空母新ファクシの喪失により、以来ユークトバニアの軍事活動は小康状態にある。しかし小規模部隊による陸空からの侵入工作の発生は依然として懸念される。二機編隊に分散し、エイカーソンヒルから北部沿岸にかけての哨戒活動を実施する。エイカーソンヒルに至る国葬地帯の上空はオーシアの AA システムによって監視されている。 AA システムに捕捉された敵性航空機は自動的にミサイルで攻撃される。 AA システムの防空空域の範囲外となるエイカーソンヒルの北部沿岸を哨戒せよ。隊長、どの機体にすればいいですか？この編成で出撃ですね。オードック出撃。どこまでも俺たちを遊ばせないつもりとは。基地指令のクソ親父め。頼りにされてるんですよ、ジョッパー15号。昇進おめでとうございます。今どこにいるの、お二人さん。そっちの500キロ南だ。了解。石田、損傷は軽微。通信中の機、所属と損害状況を知らせよ。ロシア空軍輸送機マザーグースワン、中立国ノースポイントへ向け飛行中、敵戦の出力を最小限に落としている。もっと接近してほしい。ああ、そちらの機影灯もレーダーで捉えた。こっちが見えるかい？できれば AA システムを避けるコースを誘導してほしい。同方極秘任務のため、地上の自動防空システムへの味方識別伝達が伝わらず、自動照準ミサイルに攻撃された。かろうじてかわしたものの、当機のレーダーシステムは破壊され、残りの AA システムの位置がわからない。輸送機を先導し、 AA システムのレーダー警戒網の隙間を縫ってエイカーソンヒルまで抜けさせる。極秘任務のため、輸送機の識別信号は登録されていない。したがって、輸送機が AA システムに捕捉されると、味方のミサイル攻撃によって撃墜される恐れがある。AA システムの捕捉範囲をレーダー上に表示する。なお、輸送機のレーダーシステムは、被弾により機能を停止しており、その機動性も低下している。輸送機が AA システムの捕捉範囲に侵入しないよう先導を行え。ブレイズ、輸送機の速度を確認。ちだ。敵と俺らとどっちが先に着くか、妙な競争になっちまった。損傷のため機体に無理な負荷がかけられない。できるだけまっすぐ飛んでくれ。 違いを考えてくれ。こちらマザーグース1、無事防空システムを抜けることができた。感謝する。しかし引き続き護衛をお願いしたい。レーダーに敵へ、まっすぐやってくる。チョッパー隊が到着。ヘイブービー、合流してそっちの指揮下に入る。 新しい敵機難しいぞ。慎重に狙わなきゃ。かなりのハードランディングになりそうだな。巨大な風車の波、空からの音、なんて小さい。 信じて私はノースポイントへ行こうとしているんだ。中立国で話し合うために。そう、コミュニケーションは大切だ。では信じていてもいいんですね。将来ある若者の命が失われるのをこれ以上見たくないんです。私もだ。いけない、もう燃料がないぜ。こちらオシア空軍849 2飛行隊、不時着をレーダーで捉えた。こちらの姿が見えるか。 あとは我々に任せろ。我々が輸送機乗員の救助まで責任を持つ。了解。849に飛行隊、その人たちのことをお願い。任せてくれ。 中央本部から通達。 今作戦中に遭遇、不時着した輸送機の乗員は8492飛行隊によって救出された。本件に関する情報は以上である。サンド島の4機の記事が好評だった私は、だんだん大胆になる。これはこの基地の帝王、基地司令官の横顔である。 やめとけ。今日は機嫌が悪いんだ。見つかったらただじゃ済まないぞ。何があったんだ。アークバード。え？宇宙空間に浮かぶ白い鳥。戦力でこちらを上回るユークとの和平交渉に臨む大統領のたった一つの切り札。それが こちらの手からこぼれ落ちたのよ。戦争がいつまで続くかわからなくなったっていうこと。敵の手の届かぬ遥かな宇宙から攻撃可能な超兵器アークバード。地上から打ち上げられた補給物資に混入した爆発物によりその動力部が破壊され、ユークトバニアとの戦力的均衡は再び崩れ去った。